国が少子化対策の一つに掲げる子ども誰でも通園制度のお試し運用が今日から札幌市でも始まりました。こんにちは。大きいね。2歳なんですけど。この日親子が厚別区内の認可保育施設を訪れた理由は今日から始まった新制度のための面談です。子ども誰でも通園制度は保護者が働いているかどうかにかかわらず生後6ヶ月から2歳児までの子どもを保育園などに預けられる制度です。料金は1時間あたり300円、月に最大10時間利用できます。同年代の子どもと触れ合いの時間が欲しい、子育てについて保育士に相談したい、保護者のニーズに応えることが制度の目的です。ミカさんは4歳と2歳の兄弟のママ。育児の合間に自宅で SNS の PR の仕事をしています。少しでも自分の休息の時間が欲しいと今回利用を決めました。利用する場合事前の面談が必要で、ミカさんは子どものアレルギーを園に伝えました。すごいいい制度で助かります。もうなんかガチガチに働いてないとなんか、ね、こういうの利用できないのかなっていうイメージだったので。一方でこんな課題も。なかなか、保育士さんなどの人手不足で実施が難しいというような声が、聞かれます。この思考的事業を通じてこの制度がより現場の声や利用者の声が反映される、そういった制度になっていけばと。札幌市では現在およそ130組の親子が登録していて、来年3月までのお試し期間で課題を洗い出すことになります。